皆さんどうもピーマンです。今回からまた新たなペナント実況を始めていくぜ。その名も若者には負けへんベテランばかりのペナント実況をという動画になります。こちらのシリーズはこれから毎日動画更新していく予定なので、ぜひ見てくれよな。もうこれはね、タイトル通りです。ベテランばかりをね、集めて、35歳より上のベテラン選手ばかりを集めて、一つのチームを作り、そのチームでこのペナント1年のシーズンをね、戦っていくという動画になります。最近こそはね、野球選手の平均寿命もまあ伸びて、ちょっとずつ伸びていってると思うんだけど、やっぱ35歳より上のベテランっていうのはね、ごく一部に限られるよね。波の選手では生き残れない。それがプロ野球だと思うんだ。難しいよ。でも野球というスポーツはね、経験が物言うスポーツだから、やっぱおっさん、経験積んでますからね、ベテラン選手は。若者になんて負けるわけがないんですよ。てなわけで若者どもをぶっ潰していく予定なので、ぜひぜひこれから見てくださいな。さて、じゃあ実況1回目となる今回は、まずはチーム作りをしていきたいと思います。ペナントの実況は次回からしていく予定なのでよろしく。じゃあアレンジでチームを作っていこう。オーケー、じゃあチーム作り始めていきますよ。まずはね、先発ピッチャーからだね。35より上で先発ピッチャーとかいるのか。杉内って何歳になるんだろう。33だね。年齢に届いてない。35以下は使う必要性はないからね。ベテランじゃない。俺からしたらそんな35より上が全てベテランなんだよ。いるかなそんなもん、そもそも。あ、まずね、やっぱ選手を入れないとね。もうプロ野球界のシーラカンスと言っておきましょうかね。山本昌ですよ。この選手は48、おじいちゃんだよね。ね、孫もいる年でもおかしくないよ、十分にね。じゃあ、山本昌は絶対に追加しておきましょう。この選手は当たり前です。で、まず1人目の先発ピッチャーが山本昌ね。ほんで、2人目。まあ、とりあえず探していこうか。やっぱベテランは、1軍にはいないかな ?35 より上。番長三浦、この選手もいた。はい、決定ね。はい、三浦番長も決定。追加しないとこの選手なしでベテランは語れないでしょうね。見つけました。3人目の選手ですね。なかなか35歳以上を超えてる先発ピッチャーいないんですが、3人目川上憲伸いました。中日多いわ。ようやく見つけた。3人目相決定です。ここまで3人のローテーション、山本昌、番長三浦、川上得点ね。はい、4人目見つかりました。久典ですね。高橋久典ですよ。メジャー帰り多くなってきてるね。元メジャーリーガー。はい、4人目決定ですね。この選手も僕、巨人戦よく見てた時にね、活躍してた選手なんで、ちょっと愛着あるわ。頑張ってもらおう。あと先発ピッチャーは2人から1人ですね。いればいいんですけどね。西口、いましたね、西武にこの男が。まだ頑張ってるこの男、41歳ですね。はい、5人目決定ですよ。ここまで5人の選手は見つけることができたんだがな、やっぱ35より上の先発ピッチャーがいないんでね、ここで皆さんスペシャル枠です。ベテランではないんですけど、この男、斎藤佑樹。僕非常に大好きでね、早く活躍してほしい。そういう意味を込めて今回のペナントでもこの斎藤佑樹を入れていきたいと思います。ちょっとね、ペナントの趣旨とはずれますけど、よろしくお願いします。はい、先発ピッチャーが、揃いましたね。この6人の選手で、とりあえず戦っていきたいと思いますので、年齢は48、40、38、38、41で斎藤佑樹スペシャル枠で25歳ですね。25歳ですけど、まあ、山本昌の方がいい球投げるからね。さて、お次は皆さん、中継ぎ枠ですよ。中継ぎはね、今ざっと見た感じ、めっちゃいた。とにかくね、楽天に2人いました。斎藤。まず斎藤。今季引退を表明してる斎藤。どこにいる？この選手44。はい、これ。中継ぎ斎藤ね。この選手は絶対入れよう。中継ぎ枠だ。はい、1人目。で、2人目。これ見て。ファルケンボーグ。ボーグファルケン。これやばいでしょ。これも入れときましょう。中継ぎ枠でね。抑え枠で使っていってもいいかもしれない。これはよくいる。これはいるよ。35以上の中継ぎはね。お、阪神は2人いるね。35を超えた中継ぎが。安藤と福原か。いや、福原は欲しいわ。福原と安藤ね。安藤は保留でいっとこうか。まだよくいると思うんでね。探そう。はい、見つけました。中継ぎ4人目の選手ですね。岡島。この選手も年齢超えてますからね。38歳です。決定ですよ。さて残るは中継ぎ、あと一人になるね。あと一人俺見つけるよ、光る原石をね。抑えは俺も決定してるから、あの男に託す。大体みんなも察しづいてるんじゃないかな。さて残る誰行く？ウィリアムス。年齢は 38! 超えてるがあまりにも能力がなさすぎるな。左のワンポイントで使っていくか。もういないのか。もういなさそうだね。オッケー、じゃあ左、いや待てよ。安藤もいるからな。安藤とウィリアムス、どっち取るかだよ。安藤か、セーブウィリアムス。どっちにする？うわぁ、これはね、迷うなぁ。ウィリアムスでいいかな。はい、これで決定ですよ。そして、最後。抑えの選手。クローザーはもうこの人以外はありえないでしょ、日本じゃ。はい。岩瀬ですよ、岩瀬。皆さん忘れてないかい？年齢は39歳、ベテランだからね。もう40ですよ。イエス！はい！これでピッチャーの方が揃いました。ベテランズ。決定ですね。ピッチャー決定。じゃあお次、野手をね、入れていきたいと思いますので。これ野手はね、割かしいると思うんだ。じゃあまずはキャッチャーからだね。キャッチャーはまずチームに2人は絶対入れておいた方がいいから、まず1人目もこれ決定でしょ。谷繁ね。はい、谷繁43、余裕で超えてますから。うちのスタメンキャッチャー、谷繁。で、2人目のキャッチャー誰入れるかだよな。これいるか、若い。阿部はね、確か35だったと思うんだよね。このパープロ2014ではね。2015年で今年30歳に、36になるけどね。うわ、はい、来た、相川。はい、決定、相川入れよう、相川ね。はい、決定。一応他も見てみようか。おそらくいないと思うが、相川以上のキャッチャーがいるかもしれんね。29。あ、とりあえずもうキャッチャーはこれ完成したっぽいね。もう誰も文句ないでしょ、これ。決定。あ、里崎もいるんだ、37。去年引退しましたけどね、里崎もいる。迷うとこだなぁ。やっぱキャッチャーは多く入れておいた方がいいんでね、怪我するし。僕はキャッチャー3人入れよう、里崎。ロッテのエンジェルですよ。はい、これで、ね、キャッチャーの方は完成いたしました。お次は内野手。内野手取っていこう。内野手まずファーストからね。いやもうファーストは俺も決まってる。あの男以外ありえない。ファーストは。はい、ガッツ小笠原。年齢は40歳だ。決定ね。うわ、もうこれ見てよ。夢のドリームチームじゃん。俺最高にテンション上がってきたわ。お次、セカンド。セカンドか。誰で行く？あ、これも中日つながりで。荒木は？ 36 超えてるね。はい、入れてこう。もちろんこの後外すかもしれませんけどね。とりあえず入れよう。ほんで、お次、ショート。いや、ショートといえばやっぱあの男でしょ。巨人。イーバータはどこにいる？いました。年齢は38ですね。皆さん、洗い場の復活ですよ。この2軍じゃない、このベテランペナントでね。はい、洗い場、復活です。うわぁ、この三遊間、再び見ることになるとはね、このペナントで素晴らしいことだよ。さて、ショート、サード、次サードになるね。サードなんかいるか、ベテランで。割かしいるのかな。外国人選手とかも年齢超えてる選手いると思う。ミランダとか超えてるんじゃない ?30、あ、超えてないね。稲葉もいるんだ。外野手ね。ファースト起用でも使いますけど、これも考えないと。去年引退しましたけどね。まあ、パープロ2014、去年発売のゲームなんで、もちろん引退した選手もね、たくさんいますけど、使っていきます。松中、なんか歌ができたぞ。イエス、この選手もいいぞ。デスパイネ。サブローも超えてるよね。37だ、外野手。普通に強い能力でびっくりしてるんだけど。サード誰いる？サードなんている？メヒアなんて28だよな。サードはいないような気がするな。松井一郎、レッツゴー、来たよ。この選手も入れよう。年齢余裕で30超えてるよね。違う。松井の年齢は38。はい、松井一郎も決定ですね。一応守備がね、外野手、ショート、サードと守れるんで、ユーティリティプレイヤーだよ。ありがたいね、ここに来て。一通り回ってみたが、やっぱそのベテランってそんないない。竹内30だよな。あ、田中は31か。言うほど年いってねえんだな。俺もっと上のイメージあったわ。ヤクルトにはいない。2軍選手にはいるかもしれない。ミレッジ28か。岩村35。残念。35より上ならばね、これも去年引退しましたけど、今、独立リーグでやってますよね。金城もいる。たくさんいる。野手はやっぱピッチャーと比べてたくさんいるね。肩は消耗品ですから、ピッチャーの方はなかなか生き残れないんだな。そういうことだよね。さて、ベテランばかりを集めてる中日には使える選手がたくさんいた。和田さんもそうだよね。もう余裕で41ですから余裕で使えるよ。個人的にはちょっと内野手が欲しいんだがな。他いねえか。阪神新井、この選手忘れてた。はい、余裕の37。入れよ入れよ。新井は確定だよ。新井入れないで誰入れるんだよ。教えてくれみんな。新井入れないで入れない選手いない。福留もそうだよね。36超えてるね。ありがとうございます。福留に感謝ですよ。一通り回ってみたがもういないか。あ、高橋も38余裕で超えてるね。アンダーソンは32だよな。今年33だよね。鈴木も30。あ、5か。5か。5なのか。5か、パプロ2014では。今年もし発売されたなら35で迎えるね。うわ、マジか。もうこれいないかな。もう一通り回ってみたけどいなさそうだね。これ以上は内野手は。ジョーンズ、レッツゴー、見つけた。ジョーンズもそうだ。今年はもうプロ野球にはいませんけど、はい、ジョーンズも入れましょう。AJ ですよ。とりあえず内野手はこれで決定かな。はい、決定いたしました。内野手の方はね、ちょっと三塁の選手がいないのが気になるんだけどね、本職がいないからね。まあでもこれで OK でしょう。いけるでしょう。はいはいはい。お次皆さん、外野手ですよ。はい。じゃあ外野手の方を追加していきたいと思います。まず1人目、俺が作った選手になりますね。イチロー、現在メジャーリーグで頑張ってますよね。イチローメジャーリーグ野手最年長になりますからね。ほんとすごいことだよ。この選手はやっぱこのペナントには必要になってくる。まずは外野手でイチロー追加。お次誰入れるか。お次ね、ちょっと待てよ。あ、阪神。で、お次、福留ですよ。福留、皆さん、福留お忘れじゃないかい。はい、君も決定。うわぁ、イチロー、福留とかもう WBC かよ。最高すぎないかい。で、高橋もそうだからね。38歳ですから、これも入れていきましょう。高橋由伸。でね、ほんと外野手はたくさんいるよ。迷う候補が多すぎて。稲葉も入れていこう。はい、稲葉も決定ですね。去年引退しました。現在は報道ステーションのね、キャスターを務めてますけど。頑張ってもらわないとね。若干イチローと被ってますけど、外野手でサブローも追加していこうよ。もう被りすぎだよ、お前。イチロー気まずいわ。イチローがちょっと気使うからね。金城いるね、金城が。じゃ、金城追加だね。残るはあと1人。2軍メンバーはもう追加しないからね。この1軍メンバーの28人で戦っていきますから、カツカツですよ。怪我したら終わりね。地獄ですけど、頑張っていきますからね。怪我設定はもちろんあり。そして最後の1人、誰行く？いや、この男忘れてた。俺バカだ。バカ。この男忘れてあかんでしょ。はい。ハゲの和田さん、2000本ハゲの和田さんですよ。はい。チーム作りの方が完成いたしました。このようになりましたね。そしてお次はベストオーダー、ローテーションなども組んでいきたいと思いますので。で、待てよ。選手アレンジは終了したが、監督アレンジ。こっちもしていかないとね。現在はこれなぜか張本さんになってますけど、張本さんではなくて、選手兼監督として、谷繁にしてもらおうかな。キャッチャーとしてうちのチームにも入れてますが、監督も谷繁。はい、決定ですよ。で、お次、起用法設定ね。ローテーションから組んでいこうか、まずは。ローテーションはね、1番ローテーション、山本昌。いや、さすがに無理なんで、ここはベテランの中でも力のある番長三浦、1番ピッチャー。で、2番手に、これちょっとスタミナ順で並べていこうか。スタミナ一番多いのは、久典か。じゃあ2番手久典、3番手西口、4番手川上、5番手山本で、6番手斎藤佑樹。スペシャル枠ね。この選手に決定だ。よしよし。で、お次、投手の起用法だね。起用法は、ちょっと待ってくれよ。失敗したな。どこだ？投手起用法ありました。番長三浦、やっぱ完投してもらいたい。スタミナがあるからね。そして久典、2番手はね、ここはね、どうしようかな。調子次第かな。投球内容いいうちはできるだけ投げさせようとします。うん。んで、いや、待て、2番手でこれはあかんからな。勝利投手の権利を得た時に、5回までしか投げきれんぞ。そうなるとね、厳しくなってくるからね、中継ぎ地獄だよね。とりあえず、スタミナの限界まで投げてもらおうか。ほんで、3番手西口は、まあ、調子次第。ほんで、5番手川上が、4番手ね。勝利投手かな。ほんで、6番手も勝利投手。山本昌ね。で、6番手斎藤は、何でいこうか。こっちはね、関東ですよ、起用法。いや、やめとこう。死ぬわ。やめとこう。チーム影響が半端ないぞ。スタミナの限界まで投げてもらおうかな。で、お次、中継ぎね。中継ぎエース誰になってもらうか。中継ぎエースは、ちょっと待って、抑えは岩瀬ね。ほんで、守護神起用。で、中継ぎエースはファルケンボーグだな。よしよし、能力が半端ないからね、ファルケンボーグ。中継ぎエースはファルケンボーグ。岡島はね、接戦時に投げてもらおう。ほんで、ベテラン斎藤44はね、リード時だな。で、福原は、ビハインドでも。で、ウィリアムスは、左のワンポイント。よし、投手の起用法はこれで完成いたしました。決定ですね。お次、野手のベストオーダーを組んでいこう。とりあえず DH ありは組まないです。今回もセリーグに入れてペナントの方を回していきますので、まずは DH なしでね、DH ありの方は、実況のシーズン中にね、考えていきたいと思いますので、1番、バッター高橋、アホかお前。懐かしい2007年の巨人を思い出すわ。あかんあかんあかん。1番はやっぱイチローでしょ。とりあえず1番をイチローにして、ちょっと待ってよ、ミスったな。和田さんを変えるわけではないが、1番、イチロー。で、2番。2番誰いく ?2 番ね。待てよ。これ、イチローはセンターで OK だな。守備力一番高いの多分イチローになると思うんだ。ほんで、2番、バッター。誰で行こう。荒木と井端迷うな。どっちがいいだろう。井端だな。井端。つなぐ2番。で、3番、バッター。ここ和田さんでしょう。和田。高橋はちょっと代打の切り札として使っていこうと思う。和田さん。で、4番。いや、ガッツだな。小笠原だな。3番は、俺はこの選手を使っていくよ。3番。ほんで、4番に和田さん。6番にジョーンズ。で、いいかな。待てよ。松井和夫。3番だな。ガッツは6番で OK だ。ほんで、ジョーンズ5番で、8番、7番、荒木。で、8番、谷繁。とりあえずベストオーダーはこんな感じで OK じゃないかな。でもね、こっち見たらもっともったいないような気がする。いや、もちろん他の選手もたくさん使っていきますけどね。その日の調子によって僕はベストオーダーを変えていきますが、とりあえず、ベストオーダーの方が完成いたしました。こちらで戦っていきたいと思いますのでね。そしてお次は野手の起用法になりますね。起用法、まず代打要員で、高橋を入れて、ほいで、誰入れようかな。代打もう一人ね、金城代打適性持ってますからね。まあ打撃能力自体は低いですけど、代打だな。これで OK。ほんで、お次、サブローは、待てよ。で、新井さんだ。お次、新井さんは、守備要員として、入れておきましょうかね。守備能力はまあ、高くはないですけど。ほいで、稲葉はどうするかな。ダイソー要員、アホか死ぬわ。どうしようかな。まず、ジョーンズに途中交代要員として入れておこうか。試合がね、後半で守備固めに出しやすくなる。守備能力低い選手はこれ入れておいた方がいいよね。じゃあ、稲葉もそうなってくるな。サブローは、まあ、そのままで OK かな。んで、和田さんも、そうなってくるかな。よし。で、守備要員で、相川。いや、里崎の方がいいかもしれない。あ、里崎だな。里崎守備要員で入れとこう。ね、谷繁も途中交代しとこうかな。疲労がやっぱ溜まってくると思うんで。よし。これで OK かな。これで OK。はい。野手の起用法が完成いたしました。これでベストオーダー、選手作り、チーム作りの方は終わりになります。じゃあ、起用法、ベストオーダーの方も完成いたしました。チーム作りの方が完成いたしましたね。お次はオリジナルチーム作成というわけで、旗とかロゴとか作っていこうか。まず、地名、企業名ね。企業名は、おっさん。企業名おっさんでいいよ。おっさんず。おっさん。オッケー。おっさんってなんだよ。企業名で。喧嘩売ってんのか言われるわ。で、チーム名ね。チーム名は、オールベテランズ。オールおじいちゃん。ベテランでいいか。オールおじいちゃんってとんでもねえ暴言吐いたぞ、今俺。オールベテランで図。オーケー、いいね。よし、パワフルズになってる、名前はね。オーケー、オーケー。音声の方は、まあ、パワフルズのまんまでオッケーだ。で、短縮名は、短縮名これベテランズでしょ。ベテランズ。ベテランズ。オーケー、決定ね。はい、完璧。頭文字ね、何にしようか。B。ベテランの B。あ、いいね。ベテランの B でいいじゃん。そのまんまだけどね。いいのか悪いのかよくわからんけど。で、マークね。マーク何にしよう。おっさんっぽいマーク。ベテランっぽいマークはないか。経験が物言うマーク。ただのゴリラすぎてびっくりした。今、二度見しちゃったわ。ねえ、どれがいいだろうな。あえてゴリラっていう手もあると思うが。全裸のエンジェル出すんじゃねえよ。これいいじゃん、ポセイドン、ベテランっぽい。はい、これ決定ね。一目惚れですわ。これ、マークは、これ。ほんで、お次、ロゴだね。ジャイアンツになってるけど。これはもうベテラン。ベテランでいいでしょ。ベテラン。おー、かっこいいじゃない、ベテラン。ほんで、ご宿題にしようか。文字の色は、何にしようかな。ベテランっぽい色にしようよ。青。気持ち悪い。ベテランっぽい色ってなんだ？ベテランってそんな、あー、これかっこいい、これかっこいい。これでオッケー、オッケー、オッケー。決定だね。かっこいいわ。もう、四天王みたいな雰囲気漂ってるね。で、旗のタイプ。うん、これでオッケー。ほんで、旗の色は、黒の B。うわー、なんか、悪のチームみたいだね。悪チームじゃねえか、これ。よしよっしゃ。旗の方完成いたしましたよ。悪者みたいな感じになってるけどね。はい、オリジナルチームの方を作ることができました。お次、はい、オリジナルチーム、ベテランズのユニフォームが完成いたしました。ホームがこちら、ビジターがこちらになりますね。どっちもなんか本当に悪役球団みたいなね、ヒール球団みたいな、そんな雰囲気漂ってますけど。まあこれで OK でしょう。はい、てなわけで実況1回目の今回はこれにて終わりにしたいと思います。おっさんオールベテランズを作ることができました。次回の実況から、明日の実況から、シーズンの方を始めていきたいと思いますのでね、これから動画は毎日動画投稿になります。ぜひ見てくれよな、このおっさんたちで俺は戦っていくからね。じゃあ次回の実況もまた見てくれ。グッバイ、また会いましょう。